ども皆さん、ガンプラ作ってますか？ガンダム大好きガキオでございます。さて今回はついにこの新居での一発目の企画でございます。まだね、若干片付いてないところもありますが、今回はこの感じでお送りしていきましょう。ガンプラあるあるの第18弾でございます。ガンプラを作っている時とか買いに行っている時とか、さまざまな状況で起こり得るガンプラにまつわるあるあるを皆さんから募集して、それをチョイスしてお届けするという企画でございます。なんかめっちゃメガネが反射してる。今回も皆さんからいただきました新しいあるあるを午前お届けしていきたいと思います。共感いただけたり、何か新しいあるある思いつきましたら、ぜひコメントいただければなと思います。片付けしてるといじっちゃう。これはですね、ガンプラに限らず、部屋掃除してるとどうしてもこう出てきた漫画読んじゃったり、卒業アルバム開いたりするのと一緒で、ガンプラもいじっちゃう。例えばね、これマスターグレードのダブルゼットなんですけど、これ中にね、エイジのガンプラが入ってんのね。こんな風に。で、あ、ここにね、エイジのガンプラ入ってたんだ。はいはいはい。これね、ギラーがね、こんな感じだったよね。あれ？ここのパーツってこれでいいんだっけ？ちょっと探してみよう。みたいなことやってると、めちゃくちゃ時間かかるよね。全然片付けになんねえの。なので、このガンプラを片付けてると、ついついそのタイミングでなんかいじっちゃうってのは、あるあるなのかと思います。アンダーゲートに心折れた経験はございませんか？最近のガンプラってアンダーゲートが多いキットも多々あると思うんですけれども、個人的に嬉しい反面めんどくせえ。RG の廃乳を作った時に結構地獄を見たんだよね。ファンネル全部アンダーゲートじゃねえみたいなさ、綺麗に作れる反面ちょっとめんどくさいなってのありますよね。なので、アンダーゲートが多いキットに一度は心が折れる経験したことございませんか？当時買わなくて後悔。これはですね、結構コメント来てました。これ以前もお話ししたんですけれども、このコロナ禍の前って、まあ、いつでもね、お店に行けば買えるっていう状況だったんですけれども、最近だと再販すら争奪戦みたくなるじゃないですか。なので、ああ、あの時買っとけばよかったな、全然手に入んなくなっちゃったっていうのは、本当今のね、このご時世でのあるあるなのかと思います。でもね、最近だとこのプレバンキットとかもいい感じに再販が来てくれるんで、まだね、タイミングがあればゲットできるかなってのはあるんですけれども、一般販売だとなかなかそううまくはいかないですよね。皆さんはどうですか？ガンプラ徐々にこだわっていくタイプか、徐々にこだわらなくなっていくタイプか、これ分かれると思うんですよ。ガキオはこっち、徐々にこだわらなくなってきた。昔は自分の中でこだわりがあって、ガンプラ作るときは墨入れと、で、色足らないところは部分塗装と、で、なんならツヤ消しは確実にしたいなっていうのはあったんですよ。でも年々年を重ねて、ガンプラの数を集めたくなってきて、徐々にこだわらなくなって、勝ち組に落ち着くという。これガキオのパターンね。でも逆にガキオの友達で、マスターグレードのこの一体を1年ぐらいかけてものすげえ仕上がりにする友達がいるんですけど、そういうタイプもいるよね。とことんこだわり抜いて最高のガンプラを作りたいっていうのもあると思うんです。なので皆さんはどっちのタイプでしょう？どんどんこだわっていくタイプなのか、どんどんこだわらなくなっていくタイプなのか、もしくは何でもずーっと変わらないタイプなのか、この辺はコメントいただければなと思います。もったいなくて作れなくなる。これはまあ、ものにはよるんですけども、例えばそれこそ、いつでも買えると。めちゃくちゃ再販がかかると。そういうんだったらいいんですけど、例えばこのね、先日プレゼントでいただいたやつ、生配信でもお話ししたんですけど、これ、デルタガンダムの2号機。まあ、今手に入んないやつ、下手に失敗したくないっていうのもありますし、まあ、いつかはね、腹くくって作ろうとは思うんですけれども、なかなかこういうね、レアキットって若干ためらっちゃいますよね。そんな、もったいなくて作れなくなってくるっていうのもあるあるなのではないでしょうか。はい、というわけで今回はガンプラあるあるの第18弾をお届けしてまいりました。いや、今回のあるあるだと、ガキオ的にはこの片付けしているといじっちゃうってのが本当に体感したやつ。一回一回箱開けちゃうんだよ。全然進まねえの。というわけで今回のガンプラあるあるは以上となります。またね、何か新しいあるある思いつきましたら、ぜひコメントいただければと思います。また次回の動画もご覧ください。ガキオでした。ずっとメガネ反射してんな、これ。